吉田さん、みんなの銀行ね、もうついにね、いろんな人がやり始めました。だから今からみんなの銀行を広めようったって、まあ無理ですよ。という意見が出てきそうですけども、どんなに有名な方が何人束にかかって宣伝してもですね、例えば A さん。A さんの人間関係には触れませんから。だから A さんの人間関係がちっちゃいとしましょう。A さんの人間関係ちっちゃいとしますよね。そのちっちゃい人間関係に有名 YouTuber はもう入ってこないですよ。いや、入ってきたら大したもんですよ、そんなちっちゃい人間関係に。だからある程度大きな人間関係と、ある程度大きな人間関係は被る可能性があるんで競合しますけども、そもそもみんなの銀行を誰に紹介しようかなっていうふうに思いつかない人に対しては、有名な人が何人束にかかっても被る可能性低いんで、今からでも大丈夫だと思います。まずやってみましょう。だいたいね、あれなんですよ、やらない人の、今回のみんなの銀行もそうですけども、やらない人の心理状態っていうのは、自分なんか影響力がないから、これネットで広めても誰もやってくんないよって感じで動かないんですよ。もしくはリスクがないことが分かったら、もうちょっとしたらやろうかなって思ってすぐに動かないんですよね。で、他の YouTuber さんとかがどんどんやりだしたら、今度はみんながやりだしたから今更やっても手遅れだよねっていうふうにして、いつもやらない理由を探してるんですよね。で、こういうふうに言うんですよ。安全な投資があるよって言ったらね、その安全な投資は儲からないじゃないかっていうふうにケチつけるんですよ。で、ものすごく大きな利益が出る儲け話があるよって言ったら、それはリスクがあるよねっていうわけなんですよ。だから結局、何か新しい案件を身につけた時、自分の人生に新しい出来事が起きそうな時に、リスクの方とかマイナス面を見てやらない方向に舵を切るのか、まあリスクもあるんだけども、でもどのメリット、どの自分の自己実現をその中から拾って、小さい可能性に対してもトライしていくのか、その繰り返しで人生できてますからね。で、もう一つ私がね、今日気づいたことがあるんですけども、人間は過去の積み上げでできている。過去のいろんな経験とか思い出とか知識とか、そういったものが今という現実を作ってるっていうふうに固くなに信じてる人がいます。それが悪いことではありませんけども、私はそう思ってないっていうことです。私はですね、未来にどうなろうかなと思ったその妄想が今日を作ってるんですよ。わかりやすく言うとね、こういうことです。自分の大好きな人がいて、その人の誕生日をなんか盛大に祝おうかなっていうふうに未来に設定するんですよ。そしたら今からその盛大に祝う誕生日に向けて準備するでしょ。そういうことだと思います。これが誕生日じゃなくて、1年後、3年後、5年後、自分がどうなりたいかを設定して、そしてそこに向かって今日から始めていくんですよ、ね、これほとんどの人逆じゃないですかね。昔自分は運動してなかったから、勉強ができなかったから、学校でこう言われたから、昔の積み重ねで今日ができていると思って、今日も過去の延長線上で生きちゃうんですよ。だからね、過去は全く関係ないですね。私、麻雀店の親父でした。なんか関係ありますかね、今日に、あなたにね。私は特定商取引で逮捕されて拘留を食らったことがあります。なんかあなたの人生に関係ありますかね。今私が販売している商品とか人生に関係ありますかね。私の家族になんか関係ありますかね。関係ないんですよ。過去って自分が忘れればなかったことになるんですよ。自分が大切にすれば大切なものになります。どちらにしても、もう修正不能なのが過去、そしてね、これから修正可能なのが未来なんですよ。ということで今回のまとめですけども、過去の結果が今日なのか、未来の原因が今日なのか、いってらっしゃい。